着物で鬼になりたいと思います。鬼は夜現れるということで、夜空の黙々の半襟です。そして鬼のパンツみたいな感じの虎柄の着物です。右手側が下で、左手側が上になります。腰紐をして、後輪ベルトです。そして帯は祭り用の斑点の帯だと思うんですけれども、雷様みたいなギラギラの帯です。こちらの帯は500円だったと思います。巻いていって、貝の口に結びます。貝の口に結んだら、赤鬼っぽい色のアンティークの帯締めをします。半襟の色ともぴったりです。これで豆まきの準備はバッチリです。かかってこいって。